やりましたね、クレイトス。オリュンポスの束縛から解放され、混沌とした世界を経て、人類は私のお告げを聞く準備ができたでしょう。周りを見よ、アテナ。世界は荒れ果ててしまった。お告げなど何になる。どうぞ行きたければ。でも去る前に、その箱の中に眠っていた力を渡しなさい。箱には何もなかった。それはありえません。目を見ればわかります。あのゼウスを倒した私の力、今もその力があるはず。わからないのですか。ゼウスが災いを箱に集めた時、再び箱が開かれた。どうなるのかと私は恐ろしかったのです。だから私はこの世で最強の武器を召喚し、その箱の中に入れておいたのです。言っただろ、箱は空だった。パンドラの犠牲も無駄になった。私の復讐のために彼女は死んだ。それは間違いです。あなたは私の力でゼウスを、私は見ていました。もしかしたらそうなのね。あなたが箱を開けた時、災いが解き放たれて神々が感染し、神々を変えてしまったのです。ゼウス自身も災いの餌食となったのです。だからゼウスはあんなにも激怒し、あなたを殺すことに取りつかれ、恐怖という災いに取り込まれたのです。私が箱に入れた力は解き放たれていないと思っていました。あなたは箱の中の災いから力を得てアレスを滅ぼしたと考えていましたが、そうではなかった。あなたが箱から得た力は私の力。そこからあなたはゼウスでさえも滅ぼせない力を得たのです。恐怖に打ち勝つことのできる大いなる力を。あなたの奥底にあるその力は希望です。隠されていたのです、あなたの罪悪感と許されざる罪。ゼウスを殺した時、あなたはそれが目覚めることを許した。なぜ許したのです。希望があるから強くなれる。だからここにいるのよ。全てを失っても希望があれば戦える。なぜ許したのです。失ったものしか思い出すことができぬ。だから私にその力をください。私ならその真の意味も使い方もわかります。正しい選択をすることを信じています。断る。私に借りを返すべきでしょう。貴様に借りなど何もない。私があなたを神とし、オリュンポスの怒りからあなたを守ってきた。私がゼウスへの復讐を与えたのです。全てしまいだ、アテナ。私を切るつもりですか。二度までも。私の復讐が今終わる。やめて！
私でなければ持て余してしまう。あなたにはがっかりです、クレイトス。